まる。まずは学校のご挨拶、4月桜毎日の通学路、不安と期待胸になれない道を、まだ見ぬ未来に心躍らせ、遠く海の向こう異国の地まで、親元離れ背負ってきた希望、真夜中の談笑は心のよりどころ。想像もしなかった、まさか世界中が謎の疫病に包まれ、慣れない生活の中で孤独と戦った、帰りたかった、それでも諦めず通った学校よ、そんなあなた私の誇りよ。繰り返